この台風10号に伴い九州全域で停電が発生しています午前8時現在九州全域のおよそ41万1 0 0戸で停電しています鹿児島県でおよそ20万6000戸長崎県でおよそ12万4000戸宮崎県でおよそ2万戸熊本県でおよそ2万1000戸 佐賀県でおよそ1万4000戸などとなっています九州電力では非常災害対策組織を設置し復旧作業に取り組んでいます